は、フェルナンドこと竹谷です。雨の合間の晴れ間を狙って高見山に行きました。高見山は三重県と奈良県の県境にある山で、山頂からは360度の展望があります。それではどうぞ。4月30日土曜日、愛知県から約3時間で三重県の山奥です。この向こうは奈良県という場所に来ています。高見トンネルを抜けて奈良県側から登山口に来ました。高見峠です。この先が三重県です。高見山は三重県と奈良県の県境にあります。登り始めます。8時半です。はじめに木組みの急な坂を登ります。歩きやすい落ち葉の道を進みます。脇道に八尾万の神の碑があります。昨日雨でぬかるんでいるかと思いきや、ぬかるみはありません。ちょうど新緑の季節で緑が映えます。苔もすごいことになっています。これだけ密集していると素晴らしい景色です。登り始めから約30分経った場所からの景色です。明日は雨の予報でちょうどいい日に来ました。山頂が見えてきました。登ってきた道ですが、とても歩きやすい。勾配は急です。さらに上からの下界です。景色を眺めながらの登山はとてもいい。ツツジもきれいに咲いています。頂上に到着しました。約1時間でした。標高1248m です。今登ってきた道です。宇田曽仁の山々の案内図です。その山々です。来てよかったと思う瞬間です。頂上には高澄神社があります。展望台方面です。展望台の先の場所からの眺めです。これで小峠方面に下ります。今だいたい10時です。このコースは様々な岩の解説があります。はじめに笛吹岩です。笛吹岩方面です。ちょっと下ってきたところですが、木の根が出ていたりでちょっと歩きづらい。ゆるぎ岩です。くにみ岩です。近畿自然歩道の一部になっています。地図の赤丸の範囲を歩いています。小峠の方に向かいます。登りと比較するとこの道は本格的な山道でかなり急です。小峠に降りてきました。ここで11時です。高見峠に向かいます。途中橋が崩落しています。迂回します。ここは奈良県東吉野村です。苔むした場所に出ました。自然がなせる技ですが、素晴らしいところです。最後の階段を下って高見峠です。三重県側の林道の途中です。
道は舗装されています。ハゼ駅で食事にします。道の駅風の施設です。食事が出来上がるまで時間があるので、川の方に遊びに行きました。綺麗な川が流れています。夏に来たら最高の場所ですね。鹿肉丼を注文しました。柔らかくて美味しい。次に来たのが中央構造線です。断層が地表に露出した場所です。右と左で岩の色が違います。道の駅飯高に立ち寄ります。松浦武四郎記念館に寄ります。北海道の名付け親とも言われる松浦武四郎ですが、幕末の時代に北海道を旅し、詳細な地図と蝦夷日誌を残しています。その旅日誌ですが、写実的なスケッチとともに旅の様子を詳しく解説しています。松浦武四郎の生誕地です。松阪市になるまでは三雲町でした。いかがでしたか？旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。